ここからのお時間は北海電工80周年記念プレゼンツキューティーストリートスペシャルライブパフォーマンスをお届けします。アソビーシステムのアイドルプロジェクトかわいいラボより今年8月にデビューしたキューティーストリート、なんと今年の9月にリリースされた楽曲かわいいだけじゃダメですかがショート動画プラットフォーム TikTok 上における楽曲人気を図るチャート TikTok ウィークリートップ20で4週連続1位を獲得。年齢も経歴も異なる8人のメンバーはかわいいを原宿から世界へ発信していきます。そしてそんなキューティーストリート、今日は北海鍛えるから華麗なパフォーマンスとともに会場を盛り上げます。ではキューティーストリートの皆さん、よろしくお願いします。
キューティーストリートの皆さんでした。素敵なライブパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました。以上、北海電工80周年記念プレゼンツキューティーストリートスペシャルライブパフォーマンスでした。